駒込駅付近の空中写真。画像中心が駒込駅より。駒込駅は東京都豊島区駒込2丁目にある東日本旅客鉄道東京地下鉄の駅である。豊島区西東端の駅である。JR 東日本の山手線、東京メトロの南北線が乗り入れ、接続駅となっている。1923年から1971年までの間は、 都現19系統との接続駅でもあった。東京メトロ南北線の列車は、東急目黒線と埼玉高速鉄道線との3車直通運転を行っている。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している、菅も駅管理の業務委託駅、島式ホーム1面2線を有する地上駅。地形が傾斜しており、西側が掘り割り、東側が森土地上に、 ホームがある構造となっている。山手線ホームの最東端は北区中里に位置している。可動式ホーム柵が設置されている。改札は2カ所ある。西側の改札は山手線ホームから階段、エスカレーター、またはエレベーターで登った先にあり、線路を渡る南北の通路に接しており、北口と南口につながる。東側には階段を降りた先の改札を経て、 東口がある。北口には緑の窓口が営業されていたが廃止され、多機能券売機数機が設置されている。駅構内の掘割りの斜面にある筒ツツジの植栽が有名で、これにより関東の駅百選にも認定されている。バリアフリー対応のためエレベーターやエスカレーターの設置工事が行われた際、工事の支障となる北側斜面の筒ツツジの一部が伐採された。その後、 可能な範囲での筒子の新規植栽がされた。山手線唯一の踏切である第二中里踏切が駅から田畑川へ約400メートル程度行ったところにあるため、当駅の山手線外回りは通過禁止駅に指定されている。乗り場駅施設駅に隣接されたホテルメッツ発車メロディ発車メロディは桜桜である。当駅近くがソメイヨシノの発祥の地であることから、 地元の商店街が地域活性化の一環として2005年に実現させたものであり、駅のシンボルとなっている。2005年と2006年は3月中旬から5月上旬までの期間限定で使用されていたが、2007年以降は通年で使用されている。内回りと外回りでは曲のアレンジが異なり、2006年度のみ内回りと外回りの組み合わせが入れ替わっていた。 島式ホーム一面二線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。また、目黒寄りには折り返し用の分岐器が設置されている。A 線に当駅止まりが B 線に当駅止まり及び始発列車が設定されている。乗り場発車メロディ開業時から吉村博作曲の発車メロディを使用していたが2015年3月13日に スイッチ制作のメロディに変更されている。曲は1番線がビスマス、2番線が筒ツツジ作である。駅施設近年の1日平均乗降人員の推移は過表の通り。各年度の1日平均乗車人員は過表の通りである。近年の1日平均乗車人員の推移は過表の通り。駅付近にある山手線唯一の踏切である。 第2中里踏切草海に位置する住宅街で周囲には教育機関や庭園が多い大和京と呼ばれる地区。ほぼ矢田川の安居に沿って北方向には駒込沙月通り、下、振銀座、染井銀座、南方向にはアゼリア通り、田畑銀座と複数の商店街が南北に連なっている。駐車区出店報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。